語る女装家です。今回のニュースはこちら。埼玉立てこもり、現場突の主人逮捕系 YouTuber に批判も、本人逆切れ、犯人和ませた俺たちの手柄だろ、 J キャストニュースより。ということで、昨日10月31日に、立てこもり事件が発生したわけですけども、そこに煉獄コロアキさんと黒井彗星さんがやってきて、中継している NHK 記者に詰め寄ったりしたと。でですね、私の意見と近いのがコメントにあったんで、ちょっと拾いますと、今回の実況中継のような報道は人質の生命に関わる問題なので、マスコミは大いに反省すべき。そのことと YouTuber が出しゃばってきたのは別問題。本当に和ませるのが目的で近寄ったのなら動画コンテンツにはしないでしょ、ということで、そうだと思います。この YouTuber の方が何でもかんでも報道するなみたいな、世間にそこそこ溢れている声に同調したことを言っていたわけなんですけど、それはそうだよねと。事件現場に行きゃいいってもんじゃないですからね。報道することで犯人を刺激しちゃうこともあるし、とはいえ、だからこの炎上系 YouTuber と自分で名乗っている方が正義かと言われると、別にそうでもないよねと。ちなみに個人的にはですね、この煉獄さん、裏社会ジャーニーで見たんですけど、語ってるところとか見ると、私が昔路上で知り合った方にすごい似てます。簡単に言うと、悪い人じゃないんですけど、なんか倫理観が欠如してるタイプの人で、当時路上にいたカラーギャングの、少年上がりの子がいたんですけど、その子の彼女にちょっかい出してぶん殴られてましたけども、ということで、私人逮捕系は結構危うさがあるなと思っている私です。この方自体もですけど。ということで、これを見ているあなたはどう思いましたか？チャンネル登録、通知設定お願いします。また次の動画で会いましょう。